菅平高原菅平湖菅平高原は、上信越高原国立公園に属し、長野県上田市の北部から須坂市にまたがる、標高1250から1650メートルの高原地帯である。夏でも冷涼な気候であるため、古くから林間学校やラグビー合宿のメッカとして知られ、サッカー、テニス、ゴルフ、陸上競技、パラグライダー、乗馬、スキーなど、 多種多様なスポーツが盛んに行われている。また、銃の原築は別荘地となっている。夏の冷涼な気候を利用した高原野菜の栽培も盛んである。1927年、八尾秀武によって日本のダボスと命名され、1929年には来日したハンネスシュナイダーによって日本のシュバルツバルトとして海外に紹介された。周辺部に 日本百名山に数えられるあずまや山を最高峰に、花の百名山に数えられる猫だけといった2000メートル級の山がある。夏季冷量、冬季玄関の亜寒帯湿潤気候である。夏季の平年平均気温は約摂氏19度、冬季は平年平均気温が約摂氏6度で、1月の最低気温の平均は約摂氏12度であり。 低、摂氏20度を下回る日も珍しくない。2012年2月19日午前4時頃に低、摂氏29.2度を記録しており、本州で最も寒い場所の一つである。盆地上の地形になっており、中央部に湿原がある。ありがとうございます。